国清寺。遠くに、隋塔を望む国清寺は、中国石江省の天台山にある仏教寺院。天台宗の中心的な寺院として知られる。中華人民共和国全国重点文物保護単位に指定されている。国清寺は寺院によって建設が始められたが、その没後、隋の海を18年に完成した。はじめの名前は、天台寺と言ったが、後に、 国清寺に名を改めた。海将の廃物で一旦廃止されたが、第15年に再建された。国清寺は、随以来たびたび天才、人災に会い、何度も再建されている。現在の建築は、真の養生年間以降に再建されたものである。文化大革命でも大きく破壊されたが、州本来の命令によって再建された。 国清寺の多くの建築物は新しいものであるが、寺の外に随代のものと言われる六面九層の塔が残っている。文化大革命後の修復の目的で、北京の古級博物院などから多くの文物を国清寺に移したため、境内の仏像などは極めて貴重なものが含まれている。天文学者としても有名な宋一行がこの寺で活動したため、 境内に一行法師の石みや塔がある。国清寺の僧として観山と修徳が有名である。この二人に豊か星を合わせて、国清三照と称する。国清寺は、日本の仏教の歴史上も重要な寺院であり、最長が道水から教えを受けたほか、炎鎮、炎彩、長元、英彩、常人、春長らが訪れている。 文化大革命の破壊から復興したばかりの1975年に日本の天台法中団が国清寺を訪れている。境内には日本の出資で作られた法華業の共同などがある。ありがとうございます。